はい、次はオスの入浴です。一匹一匹ね、まあ、こうやって入浴していきます。もうね、10日ぐらいになってくるともう汚れがすごいんでね、まあ綺麗にしてやる。まあこいつら裸なんでね、毛がないんでやっぱちょっとね洗ってやった方がいいと思うんで、メスと違って黒色が多いからな、オスは。ちょっとなんかちょっと汚い感じがしますけど、唯一ね全身ピンクなのはお父さんのチャッピーとジュニア君ですね。一番ちっちゃいのはナチ君です。はい、あの今洗ってもらってる子がナチ君です。あ、あ、喧嘩したな、またちっちゃい割にはよう喧嘩するんです。すごいね。あずき、あずき、行ってみましょう。ジュニアさん気持ちいいですか？チャピー、チャピーは上がるのに必死です。どうですか、お風呂気持ちいいですか？この子はミギー君と言います。君は誰かな？これはミヒルか。で、ここにモズチがいて、ミトくん。そしてこれが会長チャッピーですね。これはアズキかな？これ。あ、それアズキで、それゴマか。違う。あ、それはミート君かな。うん。あれ、さっきのミート、俺ミート君って一回言ったっけ。まあちょっとあれ。お、ナッチュ。